はい、皆さんこんにちは。キバインターナショナル中村織夫です。今回はですね、e ラーニングの基礎としてさまざまな場面で活躍する e ラーニングという題で、皆様にご紹介をしていきたいと思います。講師は引き続き私キバインターナショナルの中村織夫が担当していきます。今回はですね、さまざまな場面で活躍する e ラーニングということでご紹介していきます。e ラーニングの活躍の場として、大きく、こんな3つが、よく使われているんじゃないかということができます。まず1つ目が、集合研修の代替や補助として、2つ目が、研修そのものを高度化していく手段として、3つ目が、知識共有、情報共有の手段としてということが挙げられます。それぞれ、どういうことかというと、簡単に見ていきましょう。集合研修の代替や補助、これが一番分かりやすいですかね。一番よく使われている例じゃないかと思います。集合研修を e ラーニングに置き換えられるものを置き換えていくことによって、集合研修の際の場所や時間、スペースなどを、そういったさまざまな制約を緩和させる手段の一つとして e ラーニングを利用すると。集合研修はですね、大人数でやろうとすると参加の方のですね、移動費だとか交通費、場合によっては宿泊費、それから会議室の手配、講師の手配、そういったもろもろが大変です。e ラーニングを行うことによってそういった部分のですね、制約なく学習をさせていくことができるので、そういった代替や補助として、集合研修でやっているものを、全部が全部 e ラーニングに、置き換えられるというとそうでもない部分もありますので、一部の部分を e ラーニング化したりだとか、場合によっては入門編とかですね、そういった、単純なものを e ラーニングに置き換えていって、研修をしていくと、そういった補助や代替として使っていくという例ですね。次にですね、研修そのものを高度化する手段として、これはどういうことかというと、e ラーニングは文字通りですね、パソコン等を使って学習していただくものです。なので、映像や音声を利用したマルチメディア教材を利用することで、紙媒体では実現できなかった学習方法を提供していくことができますと。これはですね、例えば映像教材を使って、今までのですね、紙媒体だと分かりづらかったもの、動画のいろいろ配信をして、より効率的に学習、教材を作っていったりだとかですね、そういったことを指しています。それから、知識共有、情報共有の手段としてと、これはですね、e ラーニングを使うことで、教材の作成方法をすごく単純化させることによって、誰もが教材を作成できる仕組みを作ると。で、そのようにして e ラーニングのサーバーにどんどん情報を載せていくと、そういう体制を作ることで e ラーニングの仕組みを、e ラーニングというよりも、知識ライブラリーみたいな形で e ラーニングの仕組みを作っていこうと、そんな例です。では、それぞれ具体的に見ていきましょう。はい、まず活用事例その1、A 社では集合研修で行っていた教育を順次 e ラーニング化しましたと。それによってさまざまなメリットがありましたと。例えばですね、課題として集合研修の、先ほどもありましたように集合研修の際のさまざまな手配が大変だったと。それから、必修の講座であったので、受講後の報告書作成が紙ベースで大変だった。研修を欠席させるとそのフォローアップ講座の手配がまた大変だったと、こういった課題がありました。これを e ラーニングを活用したことによって e ラーニングにですね置き換えたので、研修の管理の手間が大きく減った。例えば研修を研修の時の管理室の手、会議室の手配だとか講師の手配、移動費、宿泊費、出席管理の対出席欠席の管理と、そういった手間が大きく減ったよと。それから紙媒体で取ってた出席記録がですね、そういったものを社内のシステムに転記をしてたんですけども、そういったことがすごく減った。それから e ラーニング化したので受講状況が手に取るように分かったので、この人はちょっとそのコース落としそうだとかですね、今は学習してないから全然まずいんじゃないかと、そういったのが手に取るように分かったので、ミニ修の人だとか、進捗が遅れてる人、そういったものやですね、そういった人へのフォローを早めに手が打てるようになったと。これ必修講座の例なので、こういったですね、講座落としちゃいましたっていうふうになると、いろいろと業務に差し障りがあって大変なので、いろいろ困ってたんですけれども、そういったことが事前に分かるようになったので、傾向が分かりそうな感じだったので、早めに手を打てて助かったということですね。それから、この集合研修でやってた必修講座、欠席されると、その欠席者のためのフォローアップ講座とかをですね、やらなきゃいけなかったんですけれども、これはまた大変だったと。その人のためだけにですね、なんかいろいろ手配しなきゃいけないので、大変だったと。ただ、e ラーニングの場合ですね、いつでも受けることができるので、フォロー講座の際のですね、場所や講師の手配に悩まされなくなったと。こういうメリットがありました。こんな形で e ラーニングを使うことができます。それから、次の例を見てみましょう。
B 社では販売代理店向けのセミナー、まあ、これを集合研修でやってたんですけれども、それを保管すること講座としてイラニグを展開しました。この時のですね、課題はですね、商品や関連法規が頻繁に更新されるので集合研修だけだと間に合わなかったという問題がありました。それから販売代理店が広範囲、まあ、全国各地に点在するのでですね、トレーナーの手配が大変だったと、まあ、トレーナーの出張とかいろいろあって大変だったよという問題、それから、まあ、こういうのでですね、関連法規が変わったりトレーナーがいろいろ全国に回ってる、そういうので手が足りなくなっててですね、やる気のある販売代理店へのフォローまでなかなか手が回らなかったと、すごくやる気があるんでもっと資料いっぱいちょうだいよとか、こんなことも教えてとかっていろいろ聞いてくる代理店さんもいたんですけども、なかなか手が回らないと、そういったところで困ってました。でそれを e-learning を活用することで、こんな風に解決をしていきましたと。まずですね、 e-learning で最新の教材を配信できるのでニーズに応えやすくなったと。まあ、e-learning はですね、サーバー上に学習コンテンツを載せますから、教材が変わった時にですね、紙媒体を配布するのに比べて格段にですね、最新の教材の配信がやりやすくなります。それなのでこういうふうにですね、いろいろ教材の内容がしょっちゅう変わるといったような場合、かなりイラーニング適しているということが言えます。それからですね、トレーナーの方、まあ、講師の方がですね、全国各地に飛び出らなくて済むようになった、まあ、完全にゼロになったわけではないみたいですけれども、ちょくちょく各地に行かなくても良くなったので、教育内容を更新したり、まあ、教材を更新していったりするっていうですね、その作業により注力をすることができるようになったと。それからまあこれに関連してっていう面もあるんでしょうけど、ここでですね、時間を作ることができたので、追加の商品情報やノウハウ、事例等ですね、そういった資料を配布しやすくなったと。新商品をですね、まあ、単なる商品情報だけじゃなくて、こういうふうに売ったらいいんだよとかですね、まあ、そういった資料を e-learning のサーバー上に載せておけば代理店に配布できますし、システムはですね、学習者からの意見だとかお問い合わせとか、そういったものを書き込めるようなものが、もうあったりしますので、そういったものを活用して、こういうふうにですね、やる気のある代理店と、どんどんコンタクトしていくことができるようになったと。そういったメリットがあります。こんなふうにですね、販売代理店向けのセミナーなんか、最初の活用事例1だとどちらかというと人事研修とかそんな感じの分野なんですけれども、こちらだとまあどちらかというと営業向けの分野、そんなところでもeイラーニング活躍することができます。